月田瑞士と申します。今41歳です。前職は八百屋をやってまして、で今も八百屋をやってます。で応募した理由ときっかけは、今のその移動販売の八百屋の仕事がちょっとやっぱり不安定なところがあるので、そこを隙間の時間であったりとか、こう経済的にちょっと支えになる仕事が欲しいと思ってまして、応募させていただきました。でなぜ軽貨物を選んだかというのは、この車がせっかくあるので、この車を使って生かした仕事ができればいいなと思い、軽貨物の仕事を選びました。で、その中でもおもてなし便を選んだ理由は、なんていうんですかね、こうただ運ぶだけではなくて、すごく効率を求めることであったりとか、あとその品物と一緒に気持ちであったりとか、そういう思いやりみたいなものも運ぶというような、その社長の考えに共感した部分があります。で始める前の軽貨物のイメージと、実際の違いというのは、やっぱりその元々持ってたこういう軽貨物の仕事って、あんまりそのドライバーさんに愛嬌がなくて、こうただ運ぶだけみたいなイメージがあったりしたんですけれども、ただこのおもてなし便に入って、こう社長から座学の研修とか受けるにあたって、そのいかにその効率を求めて働くことの重要性であったりとか、であとはその先ほどもお伝えした通り、その例えばその接客の際のどういう対応をするかで、こう先方様からありがとうって言ってもらえたりとか、そういったところが奥が深いなという印象ですね。はい。で最後まとめの一言なんですけども、本当に僕は八百屋の方もそうなんですけども、こっちの軽貨物の仕事も結局こう極めようと思うと、どこまでもこう工夫できるし、どこまでも結局接客なので、人と人との間に入っている立場なので、こういかに工夫して、あといかにこうお客様に喜んでいただけるかとかっていう、そういう、こう工夫とこう究極を極めようとするところが、こうどこまでも高みがあるっていうのが、でそれはもう自分自身で極めていくことだっていうのが、でそれがまた結果にも返ってくるっていう、そこがとてもやりがいのあることだと思いました。以上です。